ドネツィク国際空港は、ウクライナドネツィク州、ドネツィクに存在する国際空港。市街地から見て、北西方向約 10km の位置に存在する。日本では、ドネツク国際空港として報道されることもある。競技の作曲家、セルゲイプロコフィエフの名前を冠して、セルゲイプロコフィエフ国際空港とも称する。二0十五年十二月現在、空港全域は、 分離独立派のドネツク人民共和国の支配下にあり、戦闘により空港設備は破壊され、航空便は運航されていない。戦闘により破壊された、ドネツク空港2014年に発生した、ウクライナソ乱ラン、クリミア危機を受け、ドネツク州をはじめとしたウクライナ東部地域で、親、ロシア系武装組織の活動が活発になると、ウクライナ政府は、同年5月6日をもって、 空港の発着便を運航停止。その後、空港は反政府勢力により完全に制圧された。政府軍側は同月26日、空港建物に固定翼機と武装ヘリコプターによる空爆を実施し、空艇弾を投入して反撃を開始。数時間にわたる戦闘により、約40人の死者を出しつつも、政府軍が奪還に成功。支配権を取り戻した。 しかしその後も戦闘は続き、翌2015年1月22日、ウクライナ政府はドネツク空港からの撤退並びに分離独立派が空港を制圧したことを明らかにした。一連の戦闘により空港施設には甚大な被害が生じている。ありがとうございます。